そうですね、やっぱりそのコンサートは一つの練習の中で、7回のマサトボールとか7回のグラスアウト、満塁、ショート満塁、そしてスリーボールスイスが終わった時のそのバンカーがやっぱりそこでボール投げられたら見逃しできるような練習やったら自信つくような練習やったら自信つくようにまあいいね、もう力強いアドバイスしていただきました。まあ自分自身もすごくやっぱり外ゴールは本当にツアーとか